オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は5月第5週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは5月第5週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。欧州議会選挙、フランスでは極右政党が第一党に。5月26日日曜日、フランスでの欧州議会議員選挙が行われ、即日開票の結果、マリーヌ・ルペン党首が率いる国民連合が 23.31% の得票率で第一党となり、23議席を獲得しました。リヨン爆発事件、容疑者とその両親と知人を拘束。5月27日月曜日、テロ事件を管轄しているパリ検事局が、24日金曜日にフランス中東部に位置するリヨンで起こった13名が負傷した爆発事件に関し、24歳のアルジェリア人の男とその両親、そして高校生1名を警察が拘束したと発表しました。フランス人の死因のおよそ 13% が喫煙によるとの調査結果。5月28日火曜日、5月31日の世界禁煙デーを前に、フランス国立保健所は2015年にフランスではおよそ7万5000人が喫煙が原因で死亡したと発表しました。これはその年のフランスで死亡したすべての人のうち8人に1人が喫煙によって命を落としたことになります。フランス政治家の好感度、エコロジー党首ジャド氏の人気急上昇。5月30日木曜日、欧州議会選挙の翌日に行われた世論調査で、ヨーロッパエコロジー緑の党の党首ヤニック・ジャド氏が政治家の好感度で初の首位になりました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は欧州議会選挙、フランスでは極右政党が第一党にです。5月26日日曜日、フランスでの欧州議会議員選挙が行われ、即日開票の結果、マリーヌ・ルペン党首が率いる国民連合が 23.31% の得票率で第一党となり、23議席を獲得しました。 EU の組織である欧州議会の議員を選ぶ欧州議会選挙は、1979年から5年ごとに行われていて、EU 加盟国各国に割り当てられた議席数を各国が選挙を行い、議員を選出します。加盟各国の議席数は各国の国民の数に比例するように割り当てられていて、最も多いのがドイツの96議席、議席占有率 12.8%、次いでフランスの74議席、9.9%、最も少ないのがエストニア、キプロス、ルクセンブルク、マルタの6議席、
0.8% となっています。欧州議会議員数は合計751名ですが、議長は在任中の評決には加わることができないため、実質750名で議会が構成されています。また、各国の議席数の上限は96、下限は6と定められています。各国から選出された議員が、さらに欧州議会内でそれぞれの会派に分かれて所属しています。2019年5月27日現在、最も多い会派が、中道右派の議員が所属する欧州人民党グループの216議席、次いで社会民主主義派の議員が所属する社会民主進歩同盟の190議席があり、無所属を含め大きく分けて8つの会派があります。今回フランスで行われた欧州議会議員選挙では、極右政党のマリーヌ・ルペン党首が率いる国民連合が最多の得票率で23議席を獲得しました。エマニュエル・マクロン大統領の共和国前進と民主運動は得票率でわずかに差をつけられ、第2党になりました。欧州議会での議席数は、イギリス離脱前は国民連合が22、共和国前進、民主運動が21ですが、イギリスの EU 離脱後はどちらも23議席となります。現在、欧州議会には保守系の会派、欧州保守改革グループがあり、74議席を占めています。しかし、マリーヌ・ルペン氏は、イタリアのマッテオ・サルビーニ副首相らと欧州議会に極右勢力の会派を結成することを目指していて、今回の選挙結果でさらにその動きが加速すると見られています。今回はアンサンブル講師の大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。Élection européenne, l'extrême droite arrive en tête.En France. Les élections européennes ont eu lieu en France dimanche 26 mai et le Rassemblement national dirigé par Marine Le Pen est arrivé en tête avec un taux de vote de 23,31% et a remporté 23 sièges. Les élections du Parlement européen sont destinées à choisir les membres du Parlement européen, qui est une organisation de l'UE et ont lieu tous les 5 ans depuis 1979. Les pays élisent le nombre de sièges attribués à chaque pays membre de l'UE et élisent les membres. Le nombre de sièges de chaque pays membre doit être proportionnel au nombre de ressortissants de chaque pays. Le plus grand nombre est de 96 en Allemagne, 12,8% des sièges occupés, suivi de 74 en France, 9,8%
6,9%. Le plus petit nombre est de 6 sièges, 0,8%, en Estonie, à Chypre, au Luxembourg et à Malte. Il y a au total 751 membres du Parlement européen, mais comme le président ne peut participer au verdict pendant son mandat, il y avait en réalité 750 membres. En outre, le nombre maximum de sièges dans chaque pays est de 96 et la limite inférieure est fixée à 6. Les membres élus de chaque pays sont divisés en leurs partis respectifs au sein du Parlement européen. Le plus grand nombre de membres est de 215 pour le groupe du Parti populaire européen, auquel appartiennent les membres du centre droit, et de 190 pour l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, à laquelle appartiennent les membres des partis sociaux-démocrates. Il y a 8 grands partis, y compris les indépendants. Aux élections européennes tenues cette fois en France, le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, dirigé par Marine Le Pen, a remporté 23 sièges avec le plus grand nombre de voix. La République en marche, lancée par Emmanuel Macron, et le Mouvement démocrate arrivent en deuxième position avec une très légère différence par rapport au premier. Avant le Brexit, le nombre de sièges au Parlement européen était de 22 pour le Rassemblement national, de 21 pour la République en marche et le Mouvement démocrate. Depuis le Brexit, ils ont tous 23 sièges. Actuellement, le Parlement européen a un groupe de conservateurs et réformistes européens qui compte 74 sièges. Cependant, Marine Le Pen souhaite former un groupe d'extrême droite au Parlement européen avec le vice-premier ministre italien Matteo Salvini et d'autres, et on s'attend à ce que le mouvement s'accélère davantage à la suite du résultat de ces élections. セバスチャン先生、ありがとうございました。フランスのみならず、欧州各国において極右勢力が台頭してきているので、今後の展開が心配されますね。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いて、もっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方は、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは、経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。
マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では 96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師・スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセは毎週金曜日をめどに、フランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。